やっほー。あ、シーヒロさん、グッドありがとう。グッドいっぱい。グッドイブニング。こんばんは。おひさ、こんばんは。前髪切ったよ。ちょっと1週間ぐらい前やけど。あの日に、何やったっけ。しゃべくりアワー。この前の。明日大学の卒業式。私の周りもみんな。卒業式や。生誕ティー楽しみ。お。ほんまにめっちゃ可愛いと思う。みんな好きか分からへんけど。めっちゃ可愛いのにしたつもりなので。いつ発売されるんかな、分からへん。でももう完成はしましたけど、いつできるか、売り出されるか分からへん。売り出されたらみんなゲットしてね。ご飯もまだもらってないっていうか、あれやから、まだ何も手元にない。どんなんかは見てないっていうか、現物はまだ見てない。デザインはもう決まって、もう完成してるので、楽しみに。生誕当日、そうかな、そうなんかな、そうかも、分からへん。ご飯もいつから発売かは分かんないんですけど、生誕祭当日以降。あ、そうなんや、そういう感じなんや。ネットで買えると思います。ネットで、何やったっけ、NMB のオフィシャルショップの、ネットのやつで買えると思います。まだ売り出されてないんで、売り出されたらまた、ぜひぜひゲットしてくれたら嬉しいです。可愛いのにした、コハ的には。こっそり買います。やったー、イエーイ。当日は販売数があんまり多くないとまで影いけそうだし、そうなんや。でもほんまに可愛いの。頑張った。あ、ミスミンさん、グッドありがとう。ハートもゲットだぜ。ピンクの予感。今日着てる服どこの？もう韓国で買ったやつなんで、さっぱりブランドとか、多分ブランドとかないと思う、この服の。さっぱりやから。うわ、ハートいっぱいや。ありがとう。今日グッドスプーン行きました。私も 生誕応募、あ、みんな申し込んだとか言ってる。嬉しい。みんな、ちょっと、コハの、生誕祭、満員ならんかったらちょっと寂しいんで、みんな来てくれたら嬉しいです。ポツポツ空いてたらちょっと寂しいので、みんな来てほしいな 来てほしいな全部みんな座っててほしいですね。何食べたでしょう。もっちゃんと言ってきたけど、みゆとゆなくんとも、なんていうの、時間差で会った。ポツポツ、段ボールは絶対座ってる、お客さんおらんくても。ハンバーグ、ブブー。
でももう食べお腹いっぱいでもう夜ご飯食べれないですね。今日はもうグッドスプーンさんでもう おしまいです。こんばんは。コースター誰やった？じゃあコースター誰でしょうってブログに書いたんですけど、まあさっき言っちゃっていいんですかね。コースターいっぱい。何食べたでしょう。こんばんは。もっちゃんと行ってきた。ブログコメントしてきた。え、ありがとう。多分美味しいやつ食べた。美味しいやつ。ピザ。ピザじゃない。ピザはもっちゃん。もっちゃんはお餅のやつ食べてた。ココナさん。入り口入ったらいてびっくりした。お、今日来てたんや。そう、なんかみんななんかめっちゃ話しかけてくれて嬉しかった。コースターいっぱい持ってたけど買うな。あ、なんかメニュー1個注文したらそのコースター1個もらえます。なんかご飯でもコースターもらえる。 NMB 社内友達が小畑に惚れてた。やった、わーい、嬉しい。お友達こんにちは。おってびっくりやった。すいません。みんなめっちゃ目撃されてる。そう、めっちゃお話しかけてくれて、なんかもう場面のにも書いた書こうかなって思って、まあ一緒のことになっちゃうかもしれへんけど、でもめっちゃみんななんか可愛いとか言ってくれて嬉しかった。なんかあの写真より可愛いって言われた。マジ写真漏れてなさすぎて。そう、それで食べたのはあのミルさんのあのカルボナーラみたいなやつと、あとマリンさんのあの抹茶のパンケーキみたいなの食べました。本物母さん可愛すぎた。あ、嬉しい、優しい。動いてる方がいい、動いてる方がいいはもうあの NMB 入る前から言われてる。高校の友達にも。潜在写真は漏れない。まあ、潜在写真はもう漏れないとかのレベルじゃなかったです。もうネタにできる。めっちゃ美味しかった、どっちも。もうめっちゃ食べた。めっちゃ食べたっておかしいな。めっちゃ美味しかった。なんか普通に何にしようかなって自分が食べたやつ食べました。めっちゃ美味しかった。ミルさんのやつも美味しかったし、マリンさんのやつも美味しかった。でも他のメンバーの方のもめっちゃ美味しそうで全部食べたくなった。今日も今日の昼間にグッドスプーン一体吉が、おお、でもめっちゃファンの方いっぱいいて、もう超なんかみんなめっちゃこんやっほーみたいなしてくれて嬉しかったです。女の子もいっぱいいた。なんか隣の人とちょっと喋った。なんかワカニャン推しの人やった。なんかワカニャンの缶バッジ当たってめっちゃ喜んでらっしゃって
った。コハは赤に当たらへんかったな。プロフィール写真モルテネの力であるある。ハンバーグとピザ食べてお腹チキそう。もうほんまにめっちゃお腹、なんかそんな見た目はめっちゃいっぱいボリュームって感じではないじゃないですか。そのなんかハンバーグとかやったらボリュームって感じなんかな。やけどめっちゃお腹いっぱい普通に。まあ朝から何も食べてなかったんで多分それもあると思うんですけど。ポムポムはいけた。ポムポムはあのチョコ第1弾はいけました。第2弾はまだいってない。アンジュの缶バッジ、おお。横浜みなとみらいかメンバー来る。それは低いですね、メンバー来る可能性。でも来るかも分からへんけど。モモカ推しなんでボケしました。お、そう、もっちゃんと、もっちゃんと行ってきた。まあみゆとゆなもじなんていう入れ違いでちょっと いたけど、お国のかまち。ポム夕方行ったら飲み物しかなかった。でもなんか売り切れる時もあるって言ってた。結構だからお昼ぐらいに行かないとないんかも。もっちゃんいっぱい食べてた。もっちゃんも同じ量食べた。もっちゃんピザと一緒、デザートは一緒、2人ともマリーさんのやつ、あの抹茶のパンケーキ食べた。めっちゃ美味しかった。もう最高。なんか朝から何も食べてなくて2人とも、それで行ったのが2時半とかかな、ここからへん。結構お昼にしては遅いぐらいやったから、あのめっちゃお腹いっぱいになりました。相手にグッドスプーンない。めっちゃ人いっぱいでしたよ。なんか並んでる方もいたし、そう超楽しかった。何気もっちゃんとね遊ぶの初めてなんで。みゆとゆなともっちゃんとあのプリクラ撮ったんでまたモバメに送ります。イエイイエイ。コラボっていつまで、分からへん、いつまでやったっけ。ポムポムは覚えてるけどまでやろう。モバメ待機。そう、ちょっとモバメ送ること多いかも。超楽しかった、美味しかった、もうやばい。18日までらしい。お、らしいです。ありがとう教えてくれて。らしいです。飲み物はあのココナさんのベリーと、あとあのミルさんのマンゴーを飲みました。サイン書いてきましたよ、あのなめくじハートの
衣装の写真があったので、え、めっちゃ今日のサインめっちゃうまく描けたんで、ちょっとみんな見てきてください。絶対めっちゃいい、可愛く描けた、めっちゃバランスよく描けました、うさぎがなのでぜひぜひ見てください、見に行ってきてほしい。サインも見れた、おー嬉しい。知り合いが写真送ってくれたとか、ユナのサインめっちゃでかいんで、それもチェックしてきてくださいめっちゃでかいですよユナのサイン。みんなの影に隠れて、チェンジメンツメタミクジミックスジュースは初めて、多分そうです、サイン私が あのあそこに書くの初めてだったの、多分そうかな。シナモン貼り直した、そうです、なんかここも貼ってもう画鋲で止めました、ちょっと高いかな位置ユナナサインどこに入って、どこかの、なんか みんな、なんか超絶かわいいとか、なんかいろいろ、なんかそのグループによっての写真が多分そこに書いてますね。生誕祭 DMM で見るね、えー、ありがとう。でもみんな来てね、申し込んでよお仕事とかない人は。あ、ミスミンさんハートありがとう。BGM に合わせて踊ってるの可愛かった。めっちゃ見られてる、やば。なんかもっちゃんとあの超楽しくて、なんか音楽めっちゃ流れるんですよ NMB の。でも最近の曲が多かったかな、ワールドピーポーとか僕を描いるとか初恋至上主義とかだってだってだと恋なんかも流れてたかな。そう、それで、ね、2人であの料理が来るまで待ってる間めっちゃノリノリで踊ってましたね。遠征は難しい、そうですね、コロナこの時期ですしね。一応申し込みしてるけど当たりません。当たりますよ、初恋からずっと。おお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 お。迷ってる、ナンバトにピーナッツ出すのがあれほんまにやばかった。ピエン制服袋で当たった生誕祭確約権利とか、おお、確約ってことは絶対来れるってことじゃん、やったー。もうみんなあの席余らせたらダメですよ寂しいので。 NMB 公式ツイッターで生誕のメッセージとイラスト募集、え、みんな送って、どんなイラストでも嬉しいので、みんないっぱい送ってほしい、お願いします。もうあの私がその劇場に出れる機会はやっぱりみんなより少ないと思うので、もうぜひぜひそういうのしてくれたら嬉しいです。もうなかなかないので出れるのが、そんな、なので、え、嬉しい。また妹のツイッターで教えてもらおう、こんなんやったってこんばんショールームフォローした、 ありがとう、みんなフォローもしてくれたら嬉しいです。何歌おうかな、なんか衣装も迷っちゃうしね、もうでも早く決めないとなんですけど。いや、なんかあの他に出てくれる子も
いるので、まだ誰かとか全然決まってないんですけど、でもそのなんかどうしようかなと思って。グッドスプーンは男性でも入りやすい店、え、全然男性の方でもいっぱい来てましたよ。全然もうほんまに半分、私がいた時は女の子も男の子も半分半分ぐらいかな、やった。普通に男性の方で一人で来てる人もいたし、全然どんな感じでも入りやすいと思います。なんかガラガラって感じじゃなくていっぱいいたし、全然大丈夫。みんなアイカがモノマネしてるって言ってる。でも私そのアイカのモノマネ知らないんですよ。もっちゃんの私のモノマネはもうめっちゃ知ってるんですけど、ちょっとそれ聞くの忘れてた。アイカに会った時に、今日会ったのに今日アイカに会ったのにそんな話聞いてないわ。また会った時に聞きます。本当に半々。昨日男2人で行った。あ、そうそう、全然だから全然女の子だけじゃないと無理とか全然そんな感じじゃなかったです。全然誰でも、アイピやノリで誰でも飲まにするほんまに分からへんけど、どんなんしてるんやろ。コハ知らん、見てた。そうなんや。タピオカ、タピオカはあれじゃないの、もっちゃんじゃないの。アイピア何のモノマネするんやろ、コハのタピオカではないアイピアじゃちゃんとモノマネしてるのね。今度聞きますね、アイピ何のしたか。あ、そんなこと言ったら思い出した。そう、なんかいっぱいコースターもらったんですけど、あの1個はかりんさんが当たったんです。もうこれ引いた瞬間にあのもうアイピとフーアに怒られるなって思いました。かりんさんが1つ当たった。めっちゃ可愛い。アイピに狙われる、ほんまにアイピとフーアに狙われる。わでもお家にあの避難させたんで、これはご飯家に置いとく。かりんさん、アイピに無理やりされそう。じゃあみんな言っといてください、あのフーアとアイピに、コアタンはあのかりんさんのコースターが当たったらしいって絶対二人にあげないでほしい。まあ一つしかないんでね、あの三つ当たったらまあ一個ずつあげてもいいんですけど、一つしかないのでもう私が持っときますグッドスプーン淀屋橋っていうのもコースター、多分コラボしてるお店だけじゃないかなって思います。わかんないけど自慢しとこアイプとフーワン。ユナナがココナさんのコースター地引きした。そうそう、隣の隣にユナナ座っててめっちゃ喜んでた。あ、ワンブランさんバラありがとう。バレたら鬼ね狙われる、かりんさんのコースターが。あ、めっちゃハートありがとう。そうだ、今日あれももらったんでちょっと取ってきます。みんなに見せるやつ、
よし、じゃじゃーん、これ DVD みんなゲットしましたか。まだコアもまだ見てない、まだ今日やからもらったか、まだ開けてない、まだ見てないんですけど、私ここにいますみんな見つけてください、持っている方もう、ここ裏面の右の端っこに、一番右上の端っこにいます。端っこの右、もうみんな絶対わかんない。もう買って実物でこう見ないとわかんないんですけど、多分私です。多分。多分ちゃうかなこれ。多分私よな。多分私、そう、映ってるだけ、そうそうなんです、全然映ってない子もいるから嬉しい。そう、でも別にそんな事故ってないんで。また見に来てください、バイバーイ。